照ノ富士は高野の部屋に入る。俺がクビになってなかったら、はい、俺の部屋に入る。これがやっぱり強くなる親方の第一要素かもしれない。皆さんこんにちは。今日もよろしくお願いします。あるあるで言ってみようか。あるあるでね。あのもともとあの照ノ富士っていうお相撲さんって今伊勢ヶ浜にいるじゃないですか。もともとはだから誰が入れたかっていうと、だからそのそこに間垣部屋に入れたのは大体だからそれ自分が入れたん。あ、どこどこ。だからどっかいい部屋ないかって言われて、はい、で間垣部屋が空いてるから間垣部屋空いてますよって言って、でその外国の人もいないからって言って、ここでもうそこしか入るとこなかったから、ここでその間垣部屋に入れた。間垣部屋あの、はい、まだその時鳥取城北の石浦とはまあまあ仲も良かったから、はい、同じギャンブル仲間で、はい、うん、あ、そういういきさつが、そうそう、それで入れた、はい、入れた。で間垣部屋に入れた。で間垣部屋に入れたけど、まあいつもずっともうこれタラレバ攻撃、タラレバ攻撃面白いじゃん。タラレバ攻撃も、はい、もしそれで間垣親方がね、結局まあ俺がまあまあうまいこと言って高菜のとこに入れてくれたわけじゃない、はい、票をね、はい、入れてくれて、うん、で入れてくれて、でまあいて、高菜と俺はもうクビになった後の話だから、高菜と間垣親方がもしまだずっと仲良くやってくれてれば、うん、だから照ノ富士は高菜の部屋に入った。へぇ、うん、仲良くやって。いや、俺がクビになってなかったら、はい、俺の部屋に入ってた。へぇ、俺の部屋にね、うん。俺がクビになってなかったら、うん、大竹部屋が、照ノ富士がいて、うん、で、ね、うちの息子らも入ってっていうような、はい、そういう状況になってたかもしれない。俺がもしクビになってなかったら、間垣親方とずっと仲良くやってるわけだから。うんうん、あ、お前んとこよ、にとか言って、じゃあ俺がいないから、高菜なんとこにとか言ってなる、うん。結局やっぱり、同じ同郷で朝富士、やっぱ、なんぼか金払ったんだろうから。うん、それで、照ノ富士は、だから、もう、だから、まあ、親方、高菜の親方と間垣親方、まあ、まあ仲良くなくなったから、あ、だからそれで照ノ富士は伊勢ヶ浜、時代が変わったかもしれないよね。へえ。照ノ富士がね、で高菜の首になって、高菜のとこに照ノ富士がいて、でそれが高見須さんのとこに行ってたら、じゃあ貴景勝と照ノ富士は同部屋だったかもしれない。はぁ、あ。たらば、ずっとてられればだけどね。でももう本当にそうなってもおかしくない状況ではあったってことですね。うん、最初にね。だから、はい、だから外国の人は一人しか入れないっていう、はい、ことだから。まあでも、今考えたら照ノ富士も、まあ、朝富士のとこに、入って横綱になれたんだから良かったんじゃないの、うんうん、結構途中でも辞めるって言ってても結構こうそういうとこ意外としぶといから、やっぱり、はい、うん、まあ東北の青森の人は辛抱強いし我慢強いから、うん、本人はどうか分かんないけど、はい、だからいざそうなってたらどう、貴景勝、貴景勝、照ノ富士戦は見れないわけだからね。うん、でも、もっと、そのね、高菜イズも、もしかしたら、
ついてたかもしれないし、うんうん、ね。照ノ富士にとってはだから稽古の厳しさで言ったらあれですか、高野花さんとか厳しいんですか。いやでも伊勢ヶ浜もやっぱり朝日さんのやっぱ系列だから意外と結構厳しいと思う。じゃあまあ本人的にはどこでも、本人はね、俺らの時もあんまり稽古するの好きじゃなかったから、稽古しねえなこの横綱はとかって俺はずっと思ったけどだからなんか稽古しねえからさ、はい、だからもう横綱とか思ってなかったもん、あんまり。うん、しかとかましてたらお前はその時にだから朝日さんがさ来てさ、はい、お前はなんか勘違いしてるとか言って、いや勘違いしてないよとか言って、お前はなんかすごい態度悪いけどとか言って、はい、お前はなんか横綱は横綱と思ってないとか言って、いやそんなこと言ってもだってお前八百長ばっかりしてんのにお前そんなお前そんなことお前ね、ほんで横綱だと思うかとか言って俺言うじゃないですか、はい、さあ俺も上上がるときはね、一生懸命やってガチンコなんだよとか言って、で今ガチンコじゃなかったら意味ねえじゃないとか言って、ってそういうボロカス言ったことある。つむらんです。でもやっぱり稽古もしねえだこの野郎みたいなところで、はい、ね、先輩捕まえてさ、まあ朝青龍も態度悪いか勝ったかもしれないね俺は。ああ。うん、そういう人がさ、協会の上で運営してんだけど、まあ、辞めればさ、うん、辞めればさ、関係ないじゃん、稽古厳しくさすのは別に。はい。だって、入った子は知らないんだから。うん、そうでしょ？だって現役の時知らないんだからさ、もう。はい。もう60いくつでしょ？もう30ちょっとで辞めてんだから。うん、30年前でしょ？もう今のお相撲さんなんか昔は、俺もいっぱい稽古したんだよとか言って言われたら、あ、そういうもんかなと思って。稽古もいっぱい刺すから、ねえ、いいお相撲さんいっぱい出てきてるわけだからね。はい。そういうとこは別に、こう、すごいなと思うけど。でも現役の時は大してすごくないから。だから本当に言ってることとやってることはちょっと。いや、だから、何でもそうなんだけど、こう、監督と選手は、だから、違わなきゃダメ。うん、全く、もう、その、関係なく、現役の時はもう、自分のやったことは棚にあげなきゃ。あ、もうそれがそれみたいな。そうそうそう。自分のやったことは棚にあげる。これがやっぱり、強くなる、親方の第一要素かもしれない。はあ。うん、親方も大竹部屋の時は自分のことは棚にあげるこの野郎ギャンブルばっかりやってるくせにみたいな、自分のことおいとか言って、ギャンブルやったら金なんかなくなるんだからギャンブルすなよとか言ってもう言ってることとやってること全然違うじゃんみたいな、ギャンブルはダメだとか言って人生を狂わすとか言って若い人にずっと言ってた。あ、そうなんですか。ギャンブルやっちゃダメだと。まあ、でもやっぱり勝負師だから好きな方多いですよね。多いよね。それは多いよ。まあ、スポーツ選手はやっぱギャンブル好きなの多いよ。治らないの。はい。まあ、でも、ねえ、ふとしたことで、照ノ富士がもし、貴乃花の部屋だったらとか、照ノ富士がもし、はい、いや、だ実際に、たらればの話だけど、だって、マハキ弁にいたんだから。はあ、マハキ部屋にずっといたら関取にはなってなかった。あ、関取にはなったけど、横綱になってなかったかもしれないしね。なんか、たらればですけど、なんかちょっとそういうのは夢が膨らむじゃないけど、うん、ちょっといろいろ想像すると楽しいですね。楽しいね。はい。そういう、その、相撲の、その、ね、どういうふうにな、どういうふうな形になってたんだろうとかさ。うん。うん、まあでも、今考えたら、でも、ね、伊勢ヶ浜に入って一番良かったんじゃないのかな。やっぱり横綱になれたんだから、うん、ご自分のことだと、うん、もしクビになってなかったらとか、もしなってなかったらね、まず子供3人いて、で照ノ富士入ったら照ノ富士横綱にして、でみんなボコボコ人入ってきて、で今頃
どうだろうな、七八人の関取いたんだろうな、とか、一大勢力になったな、とか言って、今頃、思ってるけど、そうは問屋が下ろさないの、人生っていうのは。本当に。うん。まあ、そんな感じですよね。ありがとうございました。はい。